ご飯まだ今帰ってきたばっか。そう、レッスンがあるときはどうしても9時に終わって、そこから帰ってきてこんぐらいの時間始めて22時に終わって、その後に食べることが多いからね。そう、決まった時間にご飯食べるのが一番いいけどできないですね。そう、あれだからね、お仕事が決まった時間とかじゃなくて毎日違うから大変です。こんばんは。400回以上、すごい嬉しい。400回、すごい。そう、今配信22時まで、もう18歳になったけど。そうなんよ。そうそう、夜何しようかな。野菜を食べたい。昨日トマトをいっぱい食べたの。そう、ミニトマトをたくさん食べました。そう、今日も夜トマトが食べたい。あとはなんか炭水化物取ります。こんばんは。あ、久しぶりだから言ったもん。え、言っといて言っといて、それはいいね。ん、そうだ、嬉しいことがあってね。もうそろそろ21だっけ。待って、日にちが明確じゃないけど確か21からなんだけど、え、冷しゃぶいいなそれ。確か21からになるんだけど、ショールームとかメールとかのね、夏休み期間に入るので、学生メンバーが確かね、確か21、ちゃんと確認しとくけど、そうだから21日からはお昼とかもメール送ったり X あげたり配信できたりとかできるから、確か21から8月末までかな。そう、ちょっと楽になりますね。そう、今月のその夏休み期間入ってからと8月は配信とかね、メールとか持ってできたらなって思う。まあでもね、ちょうど大変な時期だから、今そのあることに向けてレッスンしてるから大変だけど、そう、できる時に配信とかできたらいいなって思う。そうなんよね。そうそう、お昼にも、え、そうできるんよ、できるのが嬉しい。そうなんよね。いちごさんが来ました我が家に。確かに私的には最後の夏休み期間になる。いちごが私のお家に来ました。こんばんは。暑いよ、こんばんは。エアコンまだつけてない。そこにあるじゃん。じゃあなんかあれなんよ、あのつけるのがめんどくて、じゃあ帰ってきてすぐにね始めたから、そう入ってきました。じゃあなんか大丈夫かも。そうだそうだ、話したいちょっとしたな。そう普通に入ってきました。じゃあ私はね、なんか結構レッスンが終わった後みんなご飯買いに行ったりするんだけど、そうだけど私は帰りに行ってたら時間がないから、後で終わったら家来てって言ってたから、そう来てくれた。そうなんですよ。そう、行ってたところ行かなかった。あ、行かなかったの。あそこコンビニ行った。うん、なるほどね。そうなの。今何チンしてるの。チンジャオロース。いいな。なんか空いたやろ。そう、空いた。それな。そうなんです。うん、そうだ、話そうと思ってた。カッカイプさん、お誕生日おめでとう。昨日教えてくれたよね。おめでとう、誕生日メールも届いたと思う。ありがとう、いつも応援してくれて。また公演とか話し会で会えたらいいな。ありがとう、いつもおめでとう。いい一年にしてね。おめでとうね。おめでとうだ。おめたんボット。おめたん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 、おたおめ。あー、みんなも祝いしてくれて嬉しい。おめたん。そう、お盆行きます。お、嬉しい。おめたん。おたおめですね。おめたん。おたおめ、おたおめ、私と誕生日近。こんばんは、こんばんは。
うん、疲れたね今日も。疲れたね、最近疲れるね。25か私が18になったから7個上。うん、小学校はかぶってないのか。そう、おめたんってそうイチゴが言ってる。おめたん、そう、なになに。あ、おきまえさんと同じ年代なんだ。そうなんだね、なるほど、そっかそっか。え、そういえばおきまえさんでなぜか思い出したんだけどさ、リアチューがさ8月1日のさ花だれ公演出るじゃん。嬉しい。まだ私たちはね研究生だからあれだけど、そう、あの4人は昇格してるからきっとこれからさ花だれを覚えて、まあ秋までしか花だれはやらないけど出ると思うと楽しみですね。あのリアチューがリコチさんポジって言ってて、リコチさんは元のポジションは花だれ公演は沖さんだから、嬉しいよね。リアチュー大好きな沖さんのポジションだからね。花だれ公演、私もさいつか出たいって思ったけどさ、そう、あの機会に昇格してないからきっとね秋までに昇格して出るってことは不可能だと思うから、出れないと思うからいいなって。花だれ公演になったらさ、そう、今まで着たことなかった衣装、それこそ花だれの衣装だったりユニットの衣装だったりとか楽しみ。リコチさんってさあれ何やってた、ポニーテールやってたっけ。ポニーテールほどいて君を見ただっけ。ユニット楽しみですねいろんな衣装を着れる。アンコールの衣装もねシンプルで可愛いし、花だれね。3期生がそう花だれだから、そういいよねね、こんばんは。え、そう 2.5 さんはそうね、花だれ研究生でさ、花だれも出てで僕隊も出てユニットのも出てる、すごいよね 2.5 期さん研究生時代から。そういいですねポニーテール。そうなんよ、これからね他の多分昇格した子も出たりするんかね、リアチが出てるなら楽しみですね。覚えるな、みんながどこのポジションかもすごい楽しみねえ、こんばんは、こんばんは。いい手動きさん本当にすごすぎるよね。ね、学ぶことが多い、いろいろ。こんばんは、こんばんは。そうなの、りょうつんさんの初めての、え、そうなのね。ね、任天堂さんはポジションもほんといっぱいできるよね、すごいよね。え、確かに前座もしてたね、確かに任天堂さんはあったね、すごい。なんか佐古さんの生徒の時私たち見に行ったんだけど、研究生まだお披露目前かな、研究生が見に行ったんだけど、そう、それもオープニングアクトがあって、オープニングアクト見てうわすごいってなった。その時は誰だっけな、ナービさん、りょうつんさん、誰かが別仕事があって4人ではなかったから、あ、なんか一人一人がワンハーフかなで1曲ずつやるみたいなオープニングアクトだったんだけど、え、すごーってなって、え、してたよね。ナービさんだけいらっしゃらなかったの、りょうつんさんだけ、どっちだっけ、あずみさんはいたんよね、その一人一人でのさ、そう1曲ずつやってたからいいなって思って。そうなの、オープニングアクト、そうなの。え、ね、アイドルアラモードみたいな、去年ノアメンが出る予定やった愛知のフェスかな、あったよね。そう、昇格した子が2人出ることになってて、そうね、前座で、それでね、よりその先輩方のファンの方がさ、オープニングアクトで、あの子いいなって思うこともあるだろうし、オープニングアクトもね出てみたかったね。そうね、私はね、そうだね、愛知のですから、え、でも岐阜の関ヶ原今年はないみたいだけど、来年とか出れたらいいなって思う。毎年出てたけど今年はなんかね STU 出ないみたいで悲しい。いいなぁ、いいなぁ、私もお腹すいたよ。
ピエチって今日もさ、カスミンチ多分配信撮ったよね、レッスン中に。ああ、あったね。大変だな。こんばんは、こんばんは。え、くれるの？お口目もらえますか？どうですか？うまっ。うまですか？いただきます。カスミンチでゲームしてたらしいよ。おもろすぎる。ずるいでるよ、おもろ。ね。でも今日もカスミンチ泊まるから2泊ってこと？うん。萩原も紹介するまで待ってる説やばい。カスミン、うん、何しとんって感じ。カスミンもう暇してるみたいだもんね。じゃあまだいてよ、グループに。寂しいじゃん。戻ってこい。戻ってきてほしい。マリカーと桃鉄してたらしい。超楽しんでんじゃん。やば、おもろ。関ヶ原ね、そう、出ないっぽい。かすみん、そう、これかすみんの声聞くことできる、おもろ。かすみんってさ、でも本当にやめたか怪しいぐらい。本当によく現れる、うん、この間も一緒にね、私研究生、その時はみーぽんがいなかったかな、あの実家組だからさ、そう、研究生の5人とリエチもうその列車いなかったから、研究生の5人とでハンバーグ行ってて、途中からカスミン合流して6人で食べたりとか、なんか気づいたらレッスン場におってみたいなこととかが、そう、何回かあって、うん、本当に、うん、グループにいる感じがする、まだ。そう、なんかレッスン場にもおるし。そう、そうやってね、リエチと一緒にさ配信をしてるとまだいる感じ。そう、しれっとそう公園出てきそう、本当にしれっとドリーミーガールって踊ってそうだもん。そう、仲がいいこと、本当に。おもろいよね、かすみ。本当にまだまだいる感じがする。そう。これ美味しいね。美味しいすぎる、うん。ちゃんと辛くていいね。うん。おすすめ。ね。スタッフさんになったのかな、やばい。なればいいのに。うまっ。美味しいですね。夏休み期間22時以降続いたら配信できたし、ね、22時以降はまだできないと思う。そう、マグネ前できてたよね。できてたよね。あったよね、そういうこと。あの春休みのやつでしょ。やばい、美味しすぎるこれ。じゃあなんかさ、今日まだご飯食べてないじゃん、夏休みいちごも。まだご飯食べてないから、今日の一食目。ねえ、ナブンも、もうやめなさい、触らんの。もうやめ、バカ。もういい、わかった、動かんで。ちょっとこぼして怒られた。ちょっとじゃないでしょ。だから食べさせてあげてたのに。美味しい。ちごみ挨拶しにお話しかけとらんと。おもろい。バグでね、22時1個あったよね。と平日の昼間できるようになるよね、夏休み期間。そう、うん、あ、今あのくるくるさんがうちらとのスリーショット送ってくれたって。さっきそう、くるくるさんの携帯で、あれアプリまだ届く。もういい、食べさせてあげるから、もうやめと、やめな、やめなさい。はい。でさ、3人の送られてきたみたいで、ちょっと気になる、見たい。はい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 、くるくるさんがとろーって言って撮ってくれた。お腹すいた、分かったから。後でじゃあ私がなんかあげるね、ごめんね。あんたこぼすんだから。はい、はい、あ、うん、うん、来た、見たい。ちょっとまずは見させていただきます。くるくるさんのメール撮ってるから。んちょっとどういうメールなのか、予定全部送りますって感じ。
今すぐ予定送ります。今年は今すぐに予定を送らせていただきます。いちごママさん、そう食べるのこぼれちゃった。声が一番嫌だった。食べたいの？食べる、はい、お腹すいた。そうなんです。あーあー、何のフェイントかけたのうまそう、夏バテって感じ。本当に最近お腹空いてんのに食欲がないよね。そう、おいしいです。いや、どこのですか？セブンイレブンですか？はい、セブンイレブンの何ですか？うま辛チンジャオロースご飯みたいなやつ。うま辛チンジャオロースご飯が美味しいらしいです。そう、ちょっと目があったので買ってきました。うん、いいね。今日もそう、ポニーテールだよ。夏バテのサイン。そうなんよ、暑すぎる最近。おいしい、これ。そう、1年で死ぬほどイチラブやばいえ、夏バテ、そうめんいいよね。うん、いちごのご飯なのいっぱいもらっちゃった。うん、これからね、もっと暑くなるよね。やだ、最近しかもさ、湿度がある暑さじゃん。うん、やだやだやだ。うん、離乳食がある離乳食あげてるお母さんやばいありがとう。後で、あの、私のやつあげるね。ごめんね。じゃあ誕生日で私は終わるね。うん、じゃあ18から誕生日で終わります。18位福太郎アットヤミズさん、17位高橋アットつまみんさん、16位カッコイプさん、15位エイタオさん、14位テケビスさん、10歳ナオくんアット生姜ユーニャンタオシヤオさん、12位モモさん、11位ヤシヤスさん、トップ10、10位福太さん、9位ティネアットオクザミンさん、8位ウマちゃんアットヤミズアンドおつまみんヒヒさん、7位ヤオトアットつまみんさん、6位レグレスさん、そしてトップ5、5位ルームヘアさん、4位ワンタさん、そしてトップ3、3位ヤマシンさん、2位夏のパン祭りシーズン2、あと今日は今から唐揚げ弁当食べます。いいな、私も食べたい。お腹すいた、終わったらすぐ食べよう。そして今日の第1位発表します。どこ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 、今日のランキング1位はスプマンテさんです。ありがとうございます。ありがとう。夏ちょっと暑くてね、そう大変だけど、みんな頑張って生きていこう暑いですね、ほんと。私は今月来月はきっとレッスンがたくさんあるので頑張ります。みんなも無理をしない程度に頑張りましょう。終わったら私はご飯食べます。もうお腹が空いて空いてペコペコ、今日まだ何も食べていない。やばいやばい。あ、そうだ、言い忘れてた、2つお知らせがあるね。1つは、あの、明日は、あの、滋賀の方のね、ラジオ、そう、3期生のキャッティ出させていただいてるので、ぜひ聞いてほしいことと、もう1つが、生誕のくじが、明日の17時59分までだっけな、23時59分じゃなくて、夕方ぐらい、17時59だっけな、確か。までで、そう、そこは気をつけて。生誕の衣装のさ、写真送ってないから明日送れたらなって思います。よかったらゲットしてね。この機会にしかゲットできない衣装のグッズだと思う。そう、ぜひゲットしてほしいです。動画とかもあるし、そう、琵琶湖応援しよう琵琶湖ね、しがしが。そう、くじを、そう、くじが引けるのはもう丸一日ないから、そう、今日と明日の17時59分まで、ぜひ。それとラジオもねそう、聞いてください。
今回はゆいたんとのね、あ、16時59か、あ、間違ってた、17じゃない、16時59まで見たい。終わります、バイバイ、チェックしといて。